心理学の歴史とは心理学という学問が生まれたどってきた歴史のことである。心理学の起源は古代ギリシアの時代に遡ることができ、また古代エジプトに心理学的な施策活動の証拠が残されている。また近代の心理学が哲学から独立して一つの学問として成立したのは1879年にドイツの心理学者ビルヘルム・ブントが ライプツィヒ大学に心理学実験室を開き、アメリカ合衆国でも心理学の研究が始まった1870年代という見解が一般的である。心理学が境を接する様々な領域として、生理学、神経科学、人工知能、社会学、人類学、さらに哲学やその他の人間的活動がある。今日では心理学は外して行動と 心理作用の研究と定義される。精神と行動に対する哲学的関心は、エジプト、ギリシア、中国、インドに遡る自覚的な実験研究領域としての心理学は1879年、ビルヘルム・ブントが初の心理学的研究を専門とする研究室をライプツヒに創立したことに始まる。ブントは自身を 心理学者と予備心理学の教科書を出版した初の人物でもある。他に初期の心理学に貢献した人物としては、ヘルマン・エビング・ハウス、ウィリアム・ジェームズ、イバン・パブロフなどがいる。実験心理学が発展したすぐ後に様々な種類の応用心理学が現れた。グランビル・スタンレー・ホールは1880年代前半にドイツからアメリカに科学的教育学をもたらした。 他の例として1890年代のジョン・デュイによる教育理論がある。同じく1890年代にヒューゴー・ミュンスターバーグが心理学の産業、法その他の領域への応用に関する著作活動を始めた。ライトナー・ウィトマーは1890年代に初の心理学クリニックを設立した。ジェームズ・キャッテルはフランシス・ゴルトンの人体測定学的手法を取り入れて、 1890年代に初の心理検査法を生み出した。その頃ウィーンでは、ジークムントフロイトが精神分析と呼ばれる心に対する独立した研究法を発達させ、これが非常に大きな影響を及ぼすことになる。20世紀には、文との経験主義に対するエドワード・ティチェナーの批判への反動が起こった。この反動の影響で形成されたジョン・ブローダス。 ワトソンの行動主義はバラス・フレデリックス・キナーによって広められた。行動主義は心理学の研究対象を定量的に容易に測定できる明らかな行動のみに限定することを提案した。行動主義者は心の知識は科学的に得るには刑事上学的すぎると考える。20世紀最後の10年には行動主義の衰退と認知科学、人間の心の研究に対する 学際的アプローチの交流が起こった。認知科学は心を再び研究の主題とみなし、進化心理学、言語学、計算機科学、哲学、行動主義、神経生物学といった道具を用いる。このタイプの研究によって人間精神の広範な理解は可能でありそうした理解が人工知能のような他の研究領域に応用できると定義された。 古今の多くの文化で心、魂、精神等々に関する施策が行われた。例えば古代エジプトでは、エドウィン・スミス・パピルスに脳に関する初期の記述や、脳の機能に関するいくらかの施策が含まれている。他の古代の医学的文書が病をもたらす悪魔の、退散のまじない、祈願や、その他の迷信で満たされているのに対して、エドウィン・スミス・パピルスに含まれるほぼ50の病態に、 関する両方のうち一つだけが、悪魔よけのまじないである。このため、エドウィンスミス・パピルスは今日常識とみなされているものと同様のものとして商用されているが、それが全く異なる文脈に起源することを忘れてはならない。アリストテレスタレスからローマ時代まで、古代ギリシア哲学者たちは、彼らが、プシュケイと呼ぶものや、その他の心理学的術語、ヌース、トゥモス、 ロギスティコン等々に関する精緻な理論を発達させた。中でも最も影響力が高いのは、プラトン、ピタゴラスとアリストテレスによる説明である。ヘレニズム哲学者たちは、古典時代のギリシア諸学派とはいくつかの重要な点で区別される。特にヘレニズム哲学者たちは、心の生理学的基盤に関する問題に関心を抱いた点で異なる。 ローマ時代のイシガレノスは、こういった問題を最も精緻に説明し、以後のすべての人々に影響を与えた。こうしたギリシア哲学が、キリスト教やイスラームの心論に影響した。ユダヤ・キリスト教の流れでは、集団規定に人間の本性を二つの性質に区別することが言及されている。アジアでは、中国が教育システムの一環としての能力試験を、 管理した長い歴史を有する。6世紀に、リンシュジェが、初期の試験を実行し、試験において、片手で四角を描いて、もう一方の手で丸を描くように要求した。これは、最初の心理学実験であり、ゆえに実験科学としての心理学の始まりであると、主張した者も,もいる。インドもまた、ベーダンター哲学の著作に見られるように、事故に関する精緻な理論を持つ。 中世のイスラーム医学者も様々な心の病に悩む患者を治療する臨床的な技術を発展させた。アブーザイド・アーメドイブンサール・バルキはその流れの中でも最初期に位置し、心身両面の病について論じて、ナフスが病を得ると、肉体も生活の中で会を失い、最終的に肉体の病に至ると主張した。あるバルキは、肉体も魂も健康であったり病んだり、 言い換えれば、バランスを保っていたりバランスが崩れたりすることができると認識していた。肉体のバランスが崩れると発熱、頭痛、その他の肉体的症状を発し、一方魂のバランスが崩れるとんど不安、悲間、その他のナフスに関係する症状を発すると彼は書いている。今日我々がうつ病と呼ぶようなものには2種類あると彼は認識していた。一方は、 喪失や故障といったわかる理由によって起こり、心理学的に治療できる。そしてもう一方はおそらく生理学的原因による、よくわからない理由によって起こり、物理療法によって治療できる。学者イブンアルハイザムは、様々な種類の感受性、触覚的知覚、色の認識、明暗の認識、月の作詞の心理学的説明、両目視といった、視覚認識や、 その他の知覚に関する実験を行った。アルビールーニーも反応時間の試験にこういった実験手法を用いた。イブンシーナー、イブンシーナーもまた同様に初期の研究でナフスに関係する病を取り扱い、内的感覚に連動した心拍数の変化を説明する体系を発展させた。また今日では精神神経疾患として扱われている現象についても イブンシーナーは書いているが、具体的には、幻覚、不眠症、創病、悪夢、憂鬱、認知症、転換、麻痺、脳梗塞、空間式失調、新鮮などがある。心理学に関係する話題を扱った他の医学思想家は、以下、アブーメルワーン、アブダルマリクイブンズールは、今日で言うところの今日の髄膜炎、血栓上脈炎、 中核肺細胞腫瘍と同じ病について著述した。イブンルシュドは網膜に光受要性があると考えた。そしてモーシェベン・マイモーオンは、狂犬病やベラドンナ中毒について著述した。ウィテロは、知覚心理学の先駆者とされる。彼の言う、ペルスペクティバ、ラ・ペスペクティーバには、心理学的要素が多く含まれ、近代の関連連合や、潜在意識に関する思想に近いものを、 形作っている。古代人の著作の多くが失われていただろう。もし知恵の館や知識の館その他の施設でのキリスト教徒、ユダヤ人、ペルシア人の努力がなければ。後に、12世紀に彼らの作成した辞典や注釈書がラテン語に訳された。しかしながら、これらの文献がルネサンス期に最初どのようにして用いられるようになったのかは明確にはなっておらず、後に、 心理学として起こってくるものに対する、これらの文献の影響が、学問的議題となっている。心理学という術語の最初の使用は、1590年に、マールブルクで、人間学的心理学を発表した、ドイツのスコラ哲学者、ルドルフ・ゲッケルにしばしば返される。しかし、この術語はさらに60年以上前に、クロアチアの人文主義者、マルコ・マルリッチのラテン語の論文の題名。 人間性的理性心理学で用いられている。この論文自体は現存していないが、その題名は、マルリッチより若い同時大臣、フラニョ・ボジチェビッチ・ナタリスの、スプリトのマルコ・マルリッチの生涯に含まれるマルリッチの著作一覧に現れる。とはいえ当然のことながら、これがまさしく最初の仕様というわけではない。ただ、 目下のところ文献で証明できる限りでは最も早い仕様ではある。しかし心理学という術語が一般的となったのはドイツの観念論哲学者クリスティアン・ボルフが著書経験的心理学と合理的心理学で用いて以降である。この経験的心理学と合理的心理学という区別はドゥニ・デドロに百科全書に取り上げられフランスでフランソワ・ピエール・ゴンティエ メールド・ヴィランによって広められた。イングランドでは、心理学という術語は19世紀半ばには、特にウィリアム・ファミルトン教の著作によって、心の哲学を上回って、一般的となった。初期の心理学は、魂の研究として扱われた。近代哲学的な形の心理学は、ルネデカルトの著作や、彼が生み出しそのうち最も関連性のあるものは、 彼の生殺に対する反論として発表された議論の影響を強く受けている。後の心理学の発展に対して重要なものとしては他に彼の常念論や人間論がある。医師としての教育を受けてはいないものの、デカルトは牛の心臓に関する広範な研究を行っており、彼はウィリアム・ハーベイからの応答に値するほど重要とされた。デカルトは最初に ハーベイの血液循環説に賛同した人物の一人であるが血液循環説を説明するためのハーベイの刑事上学的枠組みには反対した。デカルトは動物や人間の死体を解剖した結果血流の研究に親しみ肉体は魂がなくとも動きうる複雑な装置であるという結論を導いてそれにより魂の強説を否定した。 医学の一領域としての心理学の出現は、トマス・ウィリスによって大きく後押しされたが、それは単に脳機能の分野において彼が心理学に言及したからだけではなく、彼が詳細な解剖学論文、獣魂論を発表したことによる。しかし、ウィリスは自身の著作に示唆を与えたものとして、デカルトのライバルピエール・ガッサンディの影響を認めていた。イギリス経験論哲学者や、 連合主義哲学者は、経験的心理学が後に辿る道に深い影響を与えた。ジョン・ロックの人間語性論や、ジョージ・バークリーの人種原理論、デイビッド・ヒュームの人間本性論は、デイビッド・ハートリーの人間観察や、ジョン・スチュアート・ミルの論理学体系と共に特に影響力が高い。さらに、数人の大陸合理主義哲学者の著作、特にバールーフで、 スピノザの人間知性改善論、ゴッドフリートライプニッツの人間知性心論が挙げられる。デンマークの哲学者セーレン・キルケホールも著書、不安の概念や死に至る病によって人文的、実存的、近代的な心理学派に影響を与えた。他に心理学の誕生に影響を与えたものとして、催眠術の有効性や骨相学の価値にまつわる議論がある。 前者は1770年代にオーストリアの医師フランツ・アントン・メスメルが発展させたものである。彼は重力の力や後には動物事件を用いて様々な肉体的、精神的な病気を治療することを提唱した。メスメルと彼の両方はウィーン及びパリで徐々に人気を博するにつれて微深深深な関係の監視下に入ることになった。 1784年にはパリでルイ16世によって検査が実施され、アメリカの施設ベンジャミン・フランクリン、科学者アントワーヌ・ラボアジエ、医師ジョゼフ・イニャス・ギーオタンらが参加した。メスメルの手法は無益だと彼らは結論した。インドで活動したポルトガル人司祭アベ・ファリアは、再び動物時期に対する大衆の関心を引いたが、メスメルとは違い。 ファリアはその効果が患者の協力と期待の力によって心の内から生じると主張した。このように論争が起きてはいたものの、時期による療法は、メスメルノデシソの他に受け継がれ、内海、ジョン・エリオットソン、下科医ジェームズ・エスデールや、ジェームズ・ブレードらの研究によって19世紀、イングランドで再浮上した。メスメル主義はイングランドで19世紀を通じて、 強力な社会的な崇拝者を得て存続した。ファリアの方法は、ナンシー学派のアンオーギュストリエボーや、イッポリトベルネームの分析的、理論的な著作で大きく展開された。ファリアの理論的な立場、そしてそれに続く、ナンシー学派の立場を経験したことが、後のエミール・クーへの自己暗示の手法に大きく影響した。自己暗示は、パリのサルペトリエール病院の イチョウジャンマルタンシアルコーによってヒステリーの治療法として採用された。骨相学は機関学、つまりドイツの医師フランツ・ヨゼフ・ガルによって発展させられた脳の構造に関する理論として出発した。脳は非常に大きな機能的な機関に分けられ、それぞれの機関が人間の特定の精神的能力や成功、希望、愛、冷静、合欲、言語、 物体の大きさ、形、色を検出する能力等々を司っているとガルは説いた。また、それぞれのこういった器官が大きければ大きいほど、その器官に対応する精神的特性も強力になるとも彼は唱えた。さらに、人の頭蓋骨の表面を調べることでその人の器官の大きさを検知することができると彼は主張した。 ガルの脳に関する極端に極在論的な立場は、すぐに、特にフランスの解剖学者、マリージャンピエール・フルーランによる批判を受けた。ガルは真剣に研究を行っていたが、彼の理論は、女子のヨハン・ガスパル・シュプルスハイムによって、営利目的の通俗的、工業的な骨相学に仕立て上げられ、特に、イギリスで独立した、開業医の産業的繁栄を大量に引き起こすことになった。 スコットランドでは宗教的指導者ジョージ・クームの手により骨葬学が社会的改革運動や平等主義と強く結びついた骨葬学はアメリカにもすぐに広まり臨床的な骨葬学の地方巡業が行われて希望する客に精神的健康の診断がなされたビルヘルム文と19世紀中頃までは心理学は概して哲学の一分野として扱われていた 例えば、イマヌエル・カントは、著書、自然科学の形上学的基礎で、様々な理由の中でも、心理学的現象が、数学的形式で表現できないという理由のために、心理学は、厳密科学となり得ないと述べている。しかし、実用的見地における、人間学においてカントは、近代的視点からは、経験的心理学に非常に近く見えるものを、定義している。 ヨハン・フリードリヒ・ヘルバルトは、カントの出した結論と対立した意見を持ち、科学的心理学の数学的基礎を発展させた。彼は、自身の心理学用語を、経験主義的に表すことはできなかったが、彼の努力によって、エルンスト・ハインリヒ・ベーバーや、グスタフ・テオドール・フェフィナーが外的刺激の物理的、大きさとそれによって生じる感覚の、精神的強度との数学的関係を図ることに、 なった。フェヒナーが初めて精神物理学という言葉を使った。その頃、天文学において反応時間の個人差が個人誤差の名のもとに重大な問題となっていた。フリードリヒビルヘルム・ベッセルによるケーニヒスベルクでの、あるいはアドルフ・ヒルシュによる初期の研究によって、マテアス・ヒップの非常に正確なクロノグラフの発明が促進され、これが砲弾の速度を計測する装置という、 チャールズ・ホイート・ストンのデザインに基づくようになった。他の刑事記は、生理学から借用され、ユトレヒトの眼界、フランキスクス・コルネリス・ドンデルスや彼の、デシ・オハンやコブ・デ・ヤガーによって、単純な心理的決定の持続期間を図る際に、利用された。19世紀は、神経生理学などの生理学が専門化した時代でも、あり。 生理学史上の最も重要な発見のいくつかがなされている。その主導者としては、それぞれ独立に、脊椎内での知覚神経と運動神経の分離を発見した、チャールズ・ベル及びフランソワ・マジャンディー、特殊神経エネルギー説を唱えたヨハネス・ペーター・ミュラー、筋収縮の電気学的基礎を研究したエミール・デュ、ボア・レーモン、それぞれ異なる言語機能を司る。 脳領域を明らかにしたピエール・ポール・ブローカとカール、ベロニッケ、脳の運動屋や近く屋を特定したグスタフ・テオドール、フリチュ、エドアルト・ヒッツヒ、デイビッド・フェリアラがいる。経験的生理学の第一の創始者の一人である、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツは、後に、心理学者の関心を引くことになる議題、神経伝達速度、音と色の実態、音や色の認識の本性等々、 の広範な研究を行った。1860年代には、彼はハイデルベルク大学で職を得ていたが、そこでビルヘルム・ブントという名の若い医学博士を助手として雇った。ブントは、生理学研究室の機材、クロノスコープ、キモグラフ、様々な周辺的な道具を用いて、それまで経験的に研究されていたよりも複雑な心理学的な問題を説明した。 とりわけ、彼は、東格、認識が明確な意識の中心的な関心を占める、領域の実態に関心を抱いた。文とは1874年に、中理比で教授となり、活気となる教科書、生理学的心理学功用を発表した。1875年により、名声高いライプツイ比の教授職に就くと、文とは1879年に、 もっぱら経験的心理学の独自の研究を行う研究室を創立したが、これは世界初のその種の研究室である。1883年には自身や弟子の研究を発表する雑誌、哲学研究を立ち上げた。文とはドイツのみならず、外国からも非常に多くの学生を引きつけた。彼の最も影響力の高いアメリカ人の弟子にはグランビル・スタンレーホール、 ジェームズ・キャッテル、フランク・アンゲルラがいる。最も影響力の高いイギリス人の弟子はエドワード・ティチェナーである。実験心理学教室がカール・シュトンプによってベルリンでゲオルク・エリア・ソミュラーによってゲッティンゲンで設立された。同時期のもう一人のドイツの著名な実験心理学者は自身の研究室を管理したことはないもののヘルマン・エビングハウスである。 この頃のドイツ語圏で心理学に対するアプローチとして実験だけが行われているわけではなかった。1890年代に始まって事例研究を用いてビーンの医師ジークムントフロイトが自身が患者のヒステリーの背後に横たわる原因だと解いた無意識の信念、欲望を推定的に明らかにするために催眠療法、自由連想、夢解釈を発展、応用した。 彼はこの手法を精神分析と称した。フロイト派精神分析は病院において個々の性的発展過程に重点を置くことで特に著しい。精神分析的概念は西洋文化、特に芸術に対して今も強い影響を残している。その科学的功績には今も議論があるものの、フロイト心理学とユング心理学はいくつかの行動や思考が意識から隠されているような。 しかし、人間の完全な一部として活動して入る、分離された思考の存在を明らかにした。隠れた動機、やましい心、あるいは罪の意識は、個人の人格や、その結果としての行動のいくつかの様相の理解の、欠如や選択を通じた、個人が意識していない、心理作用の存在の実例である。精神分析は自我に作用する心的作用を考察する。 これらの理解によって、神経症や時には、精神病に対する治療効果とともに、個人の大きな選択や自意識が理論的に可能になる。カール・ユングはフロイトの同僚であったが、フロイトが性を強調することに橋を発して彼と、他元を分かった。1800年代に初めて述べられた無意識の概念を用いて研究することで、ユングは自我と関係して、 自我を規定する四つの精神機能を定義した。感覚、感情、思考、直感の四つがそれである。理論が心理学者の心的投影や期待に基づかず、事実に基づいている経験心理学をユングは提唱した。ウィリアム・ジェームズ1875年頃に、ハーバード大学の生理学講師、ウィリアム・ジェームズが自身の講義で使うための実験生理学の小さな、 実験研究室を開いた。この研究室は当時本来の研究に使われることがなかったため、最初の実験心理学の研究室として扱うべきか否かという議論が行われ続けている。1878年にジェームズはジョンズ・ホップキンス大学で、知覚、脳とそれらの思考に対する関係と題した連続講義を行い、そこで、 トマス・ヘンリー・ハクスリーを論爆して意識とは随伴現象的なものではなく進化において何らかの機能を持っていたものに違いなくもちろん人間によって選択されたものではなかったと主張した同年にジェームズはヘンリー・ホルトに新たな実験心理学の教科書を書くよう契約させられた彼がこれを素早く書き上げていればこの分野における 最初の英語での教科書となっていたであろう。しかし、彼の12巻に及ぶ心理学原理が出版されたのは、その12年後であった。その間に、イエール大学のジョージ・トランブル・ラットや、レイク・フォレスト大学のジェームズ・マーク・ボールド・ウィンが、教科書を出版した。1879年に、チャールズ・サンダーズ・パースが、ジョンズ・ホプキンス大学の哲学講師として雇われた。パースは、 天文学や哲学の研究でも知られているが、おそらくアメリカで初めての心理学実験をも言っており、四季を主題として1877年にアメリカンジャーナル・オブ・サイエンスを交換した。パースと彼の弟子ジョゼフ・ジャストローは1884年にメモワーズ・オブ・ザ・ナショナル・アカデミー・オブ・サイエンス史上で論文、感覚の細かな違いについてを発表した。 1882年にはパースはグランビル・スタンレー・ホールによってジョンズ・ホップキンズ大学に赴任しているが、このスタンレー・ホールが1883年にアメリカで最初の実験心理学を専門とする研究室を開いた。後にパースはスキャンダルで職を辞することを余儀なくされ、スタンレー・ホールがジョンズ・ホップキンズで唯一の哲学教授となった。 スタンレー・ホールは1887年にアメリカン・ジャーナル・オブ・サイコロジーを創刊し、同志は主に彼自身の研究室から出された論文を掲載した。1888年になると、スタンレー・ホールはクラーク大学の総長となるためにジョンズ・ホプキンスの教授職を辞し、引退するまでこの職にとどまった。その後すぐに実験心理学教室がペンシルバニア大学、 インディアナ大学、ウィスコンシン大学マディソン校、クラーク大学、マクレーンアサイラム、ネブラスカ大学に創設された。しかし、プリンストン大学の1924年に創設された E のホールこそが、それがプリンストン大学心理学部の宿舎となった際に、もっぱら実験心理学を研究するアメリカで最初の大学の建物であった。1890年代に、 ウィリアム・ジェームズの心理学原理が最終的に発表され、アメリカ心理学史上で最も急速に広まった教科書となった。本書はアメリカの心理学者が長年にわたって注視することになる種類の問題の基盤の多くを提供した。本書の中でも意識、感情、習慣に関する章が問題の前提を提供した。ジェームズの 心理学原理の影響を体感した者の,の一人として、ミシガン大学の哲学教授だったジョン・デューニーがいる。より若い同僚のジェームズ・ヘイデン・タフツや、ジョージ・ハーバート・ミード、そして、弟子のジェームズ・ローランド・アンゲルと共に、このグループは心理学を最低式化し、これまで文徒やその弟子たちが重視してきた精神物理学の影響を受けた、生理学的心理学よりも、社会的環境と心や、 行動の活動に強く重点を置いた。タフツはミシガンを去って1892年に新しく設立されたシカゴ大学の若い地位に就いた。1年後、シカゴの老哲学者が職を辞し、タフツはシカゴ大学学長ウィリアム・レイニー・ハーパーに留意に教授職を申し出るよう進めた。最初に抵抗があったものの、留意は1894年に雇われた。 デューイはすぐにミシガンでの同僚のミードやアンゲルで学部の教員の空席を埋めた。この4人によってシカゴ心理学派の中核が形成された。1892年にグランビル・スタンレー・ホールは新たにアメリカ心理学会を創設する目的でクラーク大学で会合を開き30数人の心理学者、哲学者を招聘した。アパの例年の会合の1回目は ペンシルバニア大学でジョージ・スチュアート・ファラートンの主催により同年後半に行われた。しかし、アパの中で実験志向のメンバーと哲学志向のメンバーとの間の対立がほぼ即座に湧き起こった。エドワード・ティッチェナーとライトナー・ウィトマーによって哲学的言明のために分かれた部会を創立するかあるいは哲学者を完全に放築するかという傾向が起こされた。 10年ほどの議論の後、西洋哲学会が結成されて、第1回の会合が1901年にネブラスカ大学で開かれた。翌年1902年にはアメリカ哲学会が、これらは結局、現代のアメリカ哲学会の中央部と東部となった。1894年にはアメリカンジャーナル・オブ・サイコロジーの偏見な、 編集方針に不満を抱いた数多くの心理学者が、スタンデーホールに、同志を彼の周辺で閉じたものとせずに、編集委員会を設けてより多くの心理学者に、開かれたものにするよう掛け合った。これを、スタンデーホールが拒否したため、ジェームズ・マッキーン・キャッテルとジェームズ・マーク・ボールドウィンが、共同で新たに、サイコロジカルレビューを創刊し、これが、アメリカの心理学研究者の論文投稿先として、 急激に成長していった。1895年はじめに、ジェームズ・マーク・ボールド・ウィンとエドワード・ブラッドフォード・ティチェナーが、文都の研究室で生まれた例外的な反応時間の発見をどう解釈すべきかという、辛辣になり続ける議論に参加した。1896年に、ジェームズ・ローランド・アンゲルとアディソン・ウェブ・スター・ムーアが、サイコロジカルレビューで一連の実験結果を発表して、 二人の中でボールドウィンがより正しいことを示した。しかし彼らはジョン・デューイによる心理学に対する新しいアプローチの観点から発見を解釈しており、それは伝統的な反射弓の刺激反応理解を否定して刺激なるものと反応なるものは観察者が状況をどのように見るのかに依存しているという遠回しな理解を選ぶものであった。完全な立場は 1896年にやはりサイコロジカルレビューで発表された、留意の画期的な論説、心理学における反射弓の概念で改陳された。ティチェナーはサイコロジカルレビューにおいて、自身の心理学に対する厳密な、構成的アプローチをシカゴ学派のより応用的な、機能的アプローチと彼が呼んだものと区別することで応答し、それによって、 構成主義と機能主義というアメリカ心理学で最初の大きな理論的断絶が生まれた。ジェームズ・マッキーイン・キャッテル、エドワード・リーソー・オン・ダイク、ロバート・セッションズ・ウッドワースらが主導するコロンビア大学のグループはアメリカ機能主義の第2世代としばしばみなされるが、彼らの研究は心理検査、学習、教育といった応用分野に重点を置いていたために、 彼らが自身にこの言葉を用いることは決してなかった。1899年にはデューイがアッパの会長に選出されたが、ティチェナーは会員資格を失った。1900年にはジョゼフ・ジャストローがアッパ会長として講話を行って機能主義的アプローチを懸念し、アンゲルは1904年に彼による影響力の高い教科書で1906年に アパ会長としての講話で、ティチェナーの分類を採用した。実際のところ、構成主義者は多かり少なかれ、ティチェナーとその弟子に限られる。機能主義は外して、行為や応用といったより、実践的な点をより強調し、アメリカの文化的なスタイルにより合致しており、おそらくさらに重要なことに、大学の評議員や民間の資金提供機関の間で、より人気が強かった。 ジャン・マルタン・シャルコー少なからずルイ・ナポレオン政権の保守税のために19世紀中頃以来のフランスの大学の哲学はビクトル・クザン、テオドール・ジュフロは、ポール・ジャネといった人物が主導する折衷主義的、唯心論的な諸学派に牛耳られていた。これらは伝統的、啓示学的な学派であり、心理学を自然科学とみなすことに反対していた。不仏戦争での敗訴によって、 ナポレオン三世が追放されると、政治的にも、学問的にも、新しい道が開けた。1870年以降には、心理学に対する実証主義的、唯物論的、進化論的、決定論的なアプローチへの関心が確実に増大していき、他の人々の間でも、イッポリトテーヌやテオデュール・アルマンリボーの著作に影響を受けて、発展した。1876年には、 リボーはルビューフィロソフィックを創刊し、これが次世代にとって新しい心理学論文の実質上唯一の提出先となった。彼自身は実験主義者として活動していないものの、リボーの著作の多くが次世代の心理学者に甚大な影響を及ぼすこととなった。その中でも特に心理学的遺伝学及び現代ドイツ心理学の名前が挙げられる。 1880年代になると、リボは関心を精神病理学に向け、記憶障害、医師、人格に関する著書を執筆して、その中で、こういった話題に対して、一般心理学の知見を導入しようと試みた。1881年には彼は、ソルボンヌ大学の心理学設治の教授を伝統主義者、 ジュール数理に明け渡すことになったが、1885年から1889年には、再びソルボンヌで、実験心理学を教えた。その後、1889年にコレージュドフランスで、実験心理学、比較心理学の教授の座につき、1896年まで、この地位に止まった。フランス心理学の第一の長所は、精神病理学の領域にある。 パリのサルペトリエール病院の神経科長ジャンマルタンシャルコーは彼の患者のうち何人かにヒステリー症状を実験的に作り出すために催眠術を復活、再命名して用いていた。彼の弟子のうちの二人、アルフレッド・ビネーとピエール・ジャネはこの手法を自身の研究に取り入れ、拡張した。1889年にはビネーと彼の同僚アンリエティエンヌ・ボーニは フランス初の実験心理学教室をソルボンヌに共同で設立した。そのちょうど5年後の1894年に、ボーニビネ、そして3人目の同僚ビクトル・アンリがフランス初の実験心理学専門誌、ラネー・プシコロジックを共同で創刊した。20世紀最初の年には、ビネーがフランス政府から新しく設立された大学の校、教育システムにおいて、 標準的なカリキュラムを終了するのに特別な補助を必要とする学生を見つける方法を開発するよう要請された。彼はそれに応えて協力者テオドール・シモンと共にビネー・シモン式知能検査を開発し1905年に公開した。この検査法はフランスでも実施されたが大きな成功を収めたのはアメリカ合衆国においてであり、 バインランド精神白弱者訓練学校の校長ヘンリー・ハーバート・ゴダード及び彼の助手エリザベス・カイトによって英訳された。翻訳版の検査法は、ゴダードにより彼が先天的精神白弱だとみなしていた者たち、特に非正王諸国からの移民に着目した彼の優勢学思想を推し進めるのに利用された。ビネーの検査法は1916年に、 スタンフォード大学教授ルイス・マディソン・ターマンによって改訂されて、スタンフォードビネー知能検査が生まれた。ビネーが1911年に死去したのに伴い、ソルボンヌの研究室とラネープシコロジックはルイシャルル・アンリ・ピエロのものとなった。ピエロの思考はビネーよりも生理学的であった。ピエール・ジャネは、フランスの主導的な精神科医となり、サルペトリエール病院、ソルボンヌ大学、 コレージュとフランスの養殖を歴任した。彼は1904年に同僚のソルボンヌ大学教授でリボノで死にして忠実な信奉者でもあったジョルジュ・ドゥマとジャーナルとプシコロジノルマルエパトロジックを共同で創刊した。ジャネのシシャルコーがヒステリーの神経学的基礎に重点を置いたのに対し、ジャネは精神障害としての精神病理学に対する 科学的アプローチを発展させることに関心を抱いた。精神病理は心の無意識的部分と意識的部分の間の葛藤から起こり、無意識的な精神内容は象徴的意味を伴う症状として現れるという、彼の理論はジークムントフロイトとの公的な選手権の議論を起こした。フランスの外科医、ポール・ブローカは生物学の進化をもたらしたドイツの生理学者、 ヨハネス・ペーター・ミューラーの著作を指示した。ブローカが1861年になしたことは頭部を強打して1年後に亡くなった男の犬種であった。その男は強打した後に言葉を話せなくなっていた。障害を被った領域は左半球の大脳皮質にあった。そこでこれが言葉を話す能力を司る領域であるとブローカは言った。 フランシス・ゴルトンイギリス人にも初の心理学専門の学術雑誌1876年にアレクサンダー・ベインにより1876年に創刊されジョージ・クルーム・ロバートソンが編集を務めたマインドがあったがこの地で実験心理学が発展して心の哲学に挑戦するようになるまでには長い時間がかかったマインドが創刊してから 最初の20年における実験的な論文はほとんどすべてがアメリカ人によるもの、特にグランビル・スタンレー・ホールやその弟子たちによるものであった。フランシス・ゴルトンの人体測定学研究室は1884年に開かれた。そこで人々は幅広く様々な肉体的、知覚的特性を検査された。ゴルトンは1886年に ジェームズ・マッキー・イン・キャッテルの訪問を受けたが、キャッテルは後にアメリカ合衆国で自身の精神検査研究法を開発する上でゴルトンの手法を取り入れることになる。しかしながらゴルトンは本来心理学者ではなかった。彼が人体測定学研究室で蓄積したデータは主に彼の優勢学的立場を支持するのに使われることになる。 彼が蓄積したデータの山の解釈の助けとして、ガルトーンは数多くの統計学的手法を開発したが、その中には原始的な点図表プロットや積立相関係数が含まれていた。その後すぐに、チャールズ・スピアマンが知性のに因子理論の事例を構築する上で、因子分析の相関型統計処理を開発して1901年に発表した。人は先天的に、 一般知性能力つまり人員史を持っていて、これがたくさんの狭い領域において特定の技術を扱う能力として結実するのだとスピアマンは考えていた。ドイツやアメリカ合衆国で営まれたような研究室での心理学がイギリスに到来するのは遅かった。1870年代中頃から哲学者ジェームズ・ウォードがケンブリッジ大学に 精神物理学研究室を創設するよう働きかけていたが、1891年になって、やっと基本的な用具を揃えるために50ポンドばかりが、ケンブリッジ大学から教室されたのであった。1897年に、生理学部の援助を受けて研究室が創設され、心理学講座は開かれると、最初に、ウィリアム・ヘールズ・リバーズ・リバーズの手に渡った。リバーズはその後すぐに、 チャールズ・サミュエル・マイヤーズや、ウィリアム・マクドゥーガルと交流を持った。このグループは、心理学に対するのと同じだけの関心を人類学に示し、トレス海峡を1898年に探検した、ことで、名高いアルフレッド・コート・ハドンに同意した。心理学協会が1901年に設立され、1904年に、ウォードとリバーズが、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・サイコロジーを共同で創刊した。 文都のライプツヒの研究室で助手を務めていたオスバルドキュルペが1896年、ビュルツブルグ大学に新たな研究室を創設した。キュルペはすぐに周囲に若い心理学者を集めたが、その中にはナルツィズア派、カール・ビューラー、エルンスト・デュール、カール・マルベ、ヘンリー・ジャクソン・ワットラーがいた。彼らは一個の集団として活動し、 文徒が課していた制約に真っ向から反対しつつ心理学実験に対する新たなアプローチを発展させた。文徒はより工事の思考過程に対して長い時間をかけて内省する内観という哲学的なスタイルとある時点の感情、感覚、心臓に即座に気づく内的感覚とを区別した。前者が不可能であると文徒は述べて、 より工事の精神機能は長い時間をかけた内観によってではなく人文的に民族心理学を通じてのみ研究できると説いた。校舎だけが実験の適切な主題となる。対照的にビュールツブルグ学派は実験の主題が複雑な刺激として現れるように実験をデザインし、時間が経過して過程が進むと、経過時間の間に自身の意識を通過したことをすべて解雇して、 実験者たちに報告する。この過程で、ビュルツブルグ学派は、意識体、考えそうといった意識の新しい要素を数多く発見したと主張した。英語圏では、これらはしばしばまとめて、無心臓思考と呼ばれ、文徒とビュルツブルグ学派の論争も、無心臓思考論争と呼ばれた。文徒は、ビュルツブルグ学派の研究を、見かけだけの実験と呼び、彼らを辛辣に批判した。 文との最も著名なイギリス人の弟子でコーネル大学に勤めていたエドワード・ブラッドフォード・ティチェナーはこの論争に干渉してビュールツブルク学派の無心臓思考を感情、感覚、心臓に消化できるようなより工事の内観的研究を行うと主張した。このように彼は逆説的に文との見方を支持するために文とが賛成しない方法を使ったのである。 無心造思考論争はしばしば実験心理学においてあらゆる内観的方法の正当性を害する上でそして最終的にはアメリカ心理学に行動主義革命をもたらす上で役に立ったとされてきたしかしそれは自身の延命されてきた正当性を失っただけではないハーバート・アレクサンダー・サイモンがビルツブルグ学派心理学者の研究を特に 夫をゼルツの研究を引いて、自身の著名な問題、コンピュータアルゴリズムの解決やプロトコル解析における、シンキングアウトラウド法を進める上での霊感元としている。さらに、カール・ポッパーがビューラー及びゼルツの下で、心理学を学び、彼らの名を出しはしないものの彼らからの影響を、自身の科学哲学に持ち込んだと見られている。ビュルツブルグ学派が主に方法論に関して文とと、 議論したのに対して、ベルリンを拠点とした、ドイツの新しい潮流は、心理学の目的は、意識をバラバラに分解して推定上の基本要素を、乱すことだという一般にはびこる奥説と対立した。この奥説に対して、彼らは、心理学的、全体は、優先性を持ち、部分はそうではなくむしろ全体を構成する位置、構造として定義されると主張した。それゆえ、おおよそ形状、 形態を意味するドイツ語に由来してこの学派は、ゲシュタルトと名付けられた。この学派は、マックス・ベルトハイマー、ボルフガング・ケイラー、クルトコフからが主導していた。ベルトハイマーは、オーストリアの哲学者、クリスティアン・フォン・エーレンフェルスの弟子であった。フォン・エーレンフェルスは、認識対象の知覚的要素に加えて、ある意味では、 標準的な知覚的要素の構造に由来するが、独自の権利を持つような特別な要素が存在すると主張した人物である。彼は、その特別な要素を、ゲシタルトシと呼んだ。例えば、メロディを聞くと、人は個々の音に加えて、全体としての旋律を聞く。これが、ゲシタルトシである。フォン・エーレンフェルスによれば、このゲシタルトシが存在するからこそ、 ある旋律を全く異なる音を使っても同一性を保った別の旋律へと移調することができるのである。ベルトハイマーはメロディによって私に与えられたものはそのような断片の相話からなる二次的過程として立ち現れてくるのではない。そうではなく個々の部分において起こるものは全体に依存して起こっているのだというより過激な主張を行った。言い換えれば 人はまずメロディを聴いてその後に飲みメロディを、視覚的に個々の音に分割できるのである。同様に視覚においても、人はまず円の形を見る。それは、無媒介的、即時的に与えられる。この第一の視覚の後に飲み人は、円が線や点や星で描かれていることに気づくことができる。ゲシタルト理論は1912年にベルトハイマーの ファイ現象に関する論文の中で公式に、創始された静止しているが交互に点滅する二つのライトを見ると、その二つのライトの位置の間を一つのライトが移動しているように見えるという錯覚がある。一般的な意見に反して、彼の主な狙いは行動主義ではなかったというのは、行動主義は当時まだ心理学会で力を得ていなかったからである。彼の批判の対象はむしろ、 ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツ、ビル・ヘルム・ブンとその他の当時の欧州の心理学者の原子論的心理学であった。イヴァン・ピトロービッチ・パブロフ・ファイ実験において、ベルト・ハイマーの被験者として働いたのがケイラーとコフカである。ケイラーは物理音響学の専門家であり、物理学者、マックス・プランクの下に学んだこともあるが、カール・シュットゥンプの下で心理学の学位を取得した。 コフカモシュトゥンプの弟子であり、リズムの心理的側面や運動現象を研究した。1917年にケーラーは、チンパンジーの学習に関する4年間の研究の成果を発表した。他のほとんどの学習理論家の主張に反して、ヴァン・パブロフとエドワード・リーソー・オンダイクがそれぞれ、犬と猫で証明した関連して増大する学習能力を批判的に継承しつつ、動物は、 突発的に得た認識によって問題の組織を学べるということをケーラーは示した。構造と組織という術語はゲシュタルト心理学者にとって焦点となるものであった。刺激はある構造を持ちある方法で組織されるものであり、組織が応答するのは個々の知覚的要素に対してよりもむしろ構造的組織に対してであるとされた。動物は何らかの状況に置かれると 単に刺激の究極的特性に応答するのではなく、その全体的状況に関する特性に応答する。ケーラーの高齢を用いると、2枚の灰色のトランプの内明るい色の方にあるやり方で反応するという条件づけでは、動物はその状態のそれぞれの刺激から究極的な個々の特性を引き出すよりもむしろ2つの刺激の関係を一般化して捉える。つまりその動物はテストの段階で、 暗い方のカードが元の練習段階での明るい方と同じ明るさであるかのように最終段階でも2枚のうちの明るい方に応答するのである。1921年にコフカは発達心理学に関するゲシタルト思考の文章、心の成長を発表した。アメリカの心理学者ロバート・オグデンの助けを借りつつ、コフカは1922年に サイコロジカルブリッティンを創刊して、ゲシタルト的な観点をアメリカの大衆に紹介した。この雑誌では認識の数多くの問題に対する当時主流だった見解が批判され、ゲシタルト派による代替となる見解が述べられていた。コフカは1924年にアメリカ合衆国に移住し、最終的に1927年にスミス大学に落ち着いた。 1935年には彼はゲシュタルト心理学功用を発表した。この教科書は科学的営みを相対的にゲシュタルト的な視点から展開している。彼の言うところでは科学は単なる事実の集積ではない。事実を結合して理論的構造を作ることが研究を科学的にするのである。ゲシュタルト主義者の目的は自然、生命。 精神に関する無活性的な事実を統合して、一つの科学的構造を組み上げることである。つまり、科学は古婦科が物理科学の定量的事実と呼んだものだけでなく、別の二つの科学的範疇の事実を無包願するのである。その二つとは、順序の問題と、人、重要性、価値、意味など、様々に訳される、ドイツ語単語の問題とである。経験、 行動の意味を組み入れなければ、科学は人間の科学的研究につまらないものを運命づけたであろうとコフカは考えていた。1930年代中頃までは、ナチスの盲衆の中を生き延びたものの、1935年までに、ゲシタルト運動の中核メンバーは皆、ドイツからアメリカ合衆国へ移住することを余儀なくされた。ケーラーは別の著書。 心理学の動力学を1940年に発表したがそれ以降ゲシタルト運動は停滞期間が続くことになる。コフカが1941年に死去し、ベルトハイマーは1943年に死去した。ベルトハイマーの数学的問題解決に関する待望の書、生産的思考は、死後1945年に出版されたがケーラーは一人、健在で、 二人の長年の同僚なしに運動を指揮し続けたのであった。二十世紀初期の数多くの出来事が結合した結果、アメリカ心理学の支配的な学派として行動主義が徐々に姿を現した。それはまず多くの人が意識という概念を会議的に見るようになっていくという形で現れた心理学を生理学から分ける上で、なお本質的な要素とはみなされていたものの、 意識の主観的な実態とそれが要求する信用し難い内観的な方法は多くの問題を引き起こした。1904年のジャーナルオブフィロソフィーのウィリアム・ジェームズによる記事意識は存在するのかはこの懸念をはっきりと表していた。第二には厳密な動物心理学が徐々に交流しつつあった。1898年のエドワードリー・ソー・オンダイクの パズルボックスに入れられた猫の研究に加えて、ラットが迷路を取り抜ける実験が、ウィラード・スタントン・スモールによって始められた。1905年のジャーナル・オブ・フィロソフィーに掲載されたロバート・マーンズやーキーズの動物心理学と心の判断基準によって、どういう時にある生命体に意識があると言えるのかという一般的な問題が浮かび上がってきた。続く数年間には、 ジョン・ブローダス・ワートソンが神経学的発育と白い、ラットの学習能力との間の関係に関する論文を発表し、大きな役割を果たすようになった。もう一つのラットを用いた重要な研究が、ヘンリー・ H ・ドナルドソンにより発表された。1909年には、イヴァン・パブロフによる犬の条件付けの研究が初めて英語で説明された。バラス・フレデリック・スキナー第3の要因はワトソンが、 心理学会で大きな力を持つ位置を占めるようになったことである。1908年に、ワットソンが、ジェームズ・マーク・ボールドウィンによって、ジョンズ・ホプキンスに招聘されて、会の教職に就いた。ジョンズ・ホプキンスの学部長であったのに加えて、ボールドウィンは影響力の高い雑誌、サイコロジカルレビュー及び、サイコロジカルブリッティンの編集者を務めていた。わずか数ヶ月後には、 ワトソンのライバルのボールドウィンはスキャンダルによって教授職辞職に追い込まれた。ワトソンは突然学部長及び医師の編集者の地位についた。彼はこれらの強力な地位を有効に使って自身の研究の印象における心理学に革命をもたらすことを決断した。1913年のサイコロジカルレビューに彼はしばしば行動主義運動のマニフェストと呼ばれる記事、 行動主義者が見る限りでの心理学を掲載した。そこで彼は心理学とは自然科学の純粋に客観的、実験的領域である内観的形式は心理学の方法の本質的部分ではない。行動主義者は人と野獣の間の境目を認識しないなどと主張した。翌年1914年に彼の最初の教科書、行動が出版された。 行動主義が包括的なアプローチとして認められるまでにはなお、時間がかかったものの、1920年頃までに、ワトソンの革命は軌道に乗った。初期の行動主義の中心的教説は、心理学は心ではなく、行動の科学であるべきだというもので、信念、欲望、目標といった内的精神状態は否定された。しかし、ワトソン自身は1920年にスキャンダルにより、 ジョンズ・ホプキンス大学退職を余儀なくされた。彼は1920年代には著述の公開を続けたものの、行動主義の宣伝党としての役割にシフトしていった。活動を続けた行動主義者の中でも、続行させるための最善の方法に関しては、数多くの異論が起こった。エドワード・チェイス・トールマン、エドウィン・レーガス3、クラーク・レナード・ハル、バラス・フレデリック・スキガーといった、 新行動主義者たちは伝統的な心理学的概念を行動主義的術語へと再定義するかそれらを放棄して全く新しい枠組みを選ぶか学習は一度に全て起こってしまうのか徐々に起こるのか行動の動機づけを与えるために生物学的動員を新たな科学に含めるか否かどの程度まで全ての理論的枠組みは学習の報酬と罰の計測効果を超えて要求されるのか といった問題について議論した。1950年代後半までにスキナーの定式化が支配的となり、行動分析の名のもとに現代心理学の一部として存続している。行動主義は20世紀の長い期間、心理学研究における優勢な実験モデルであったが、これは人間の行動の科学的モデルとしての条件付け理論の創造的で成功した応用であったことによる、 ジャン・ピアジェ1918年に、ジャン・ピアジェが自身の初期の博物学者としての研鑽から転校して、チューリヒで博士号取得後の研究として、精神分析を始めた。1919年には彼は、パリへ赴いて、ビネー・シモン研究室に勤めた。しかし、ビネーは1911年に死去し、シモンはルーアンに引っ越していた。そのため、ピアジェの指導は、 ビネーの昔からのライバルでコレージュとフランスの教授だったピエール・ジャネが行うことになった。パリでの仕事は比較的単純だった。博物学者として身につけた統計学的手法を使って軟体動物を研究し、シリルバートの知能テストをフランスの児童に使えるように企画化すること。未だ直接の指導を受けていなかったが、彼はすぐに この退屈な仕事の解決法を見出した。なぜ、子供たちが失敗するのかを探求すること。精神分析的面接における初期の断念に応用して、ピアジェは子供たちに直接に干渉し始めた。なぜそうしたのか後に段階説として定式化する理論が最初に芽生えたのは、この頃からであった。1921年になると、ピアジェはジュネーブに移って、 ジャン・ジャック・ルソー教育研究所とともに、エドアール・クラパレードとともに研究を行った。1936年には、ピアジェは、初めての名誉博士号をハーバードから授与された。1955年に、遺伝認識学国際センターが創立された、理論家と科学者の学際的活動、ピアジェの理論に関係する議題の研究に捧げられた。百六十九年、ピアジェは、 科学に対する顕著な貢献をアメリカ心理学会から称された。ノーム・チョムスキー・スキナーの著書、言語行動に対するノーム・チョムスキーの論評は、スキナーが説いた種類の徹底的行動主義に対する最大の理論的挑戦の一つとされた。スキナーが自明のこととしたある種のオペラント条件付けのみでは、言語は学習され得ないとチョムスキーは示した。チョムスキーの主張は、人間は それぞれ独自の構造、意味を持つ無限に多様な文を生成することができ、それらは自然言語の経験のみでは生成され得ないというものであった。その代わりに内的な精神構造、行動主義が幻想として退りけた精神状態が存在しなければならないとチョムスキーは結論した。同様に児童は外的行動を変化させることなく、 社会的調査から学習することができ、そのため内的表彰によって説明されなければいけないことをアルバート・バン・デューラによる研究が示している。計算機技術の交流は情報処理として精神機能を捉える引入も広めた。これが心の研究の科学的アプローチと結合され、内的精神状態という概念とともに心の支配的なモデルとしての心理学の交流を招いた。 脳と神経系機能の接続も広く知られるようになったが、これはチャールズ・シェディントンやドナルド・ヘップといった人々の実験的著作のためというのもあれば、脳障害を持つ人々の研究のためというのもある。脳機能を正確に調べる技術の発展とともに、神経心理学と認知神経科学が現代の心理学の最も活発な領域の一部となった。 心を理解するという問題における他の分野とのかかり合いの増加により包括的学問たる認知科学が建設的な方法でこの研究に着目する手段として作られた。電子教科書一次文献の修正心理学史の二次文献の修正実際の公文書の掲載されたウェブサイトマルチメディア。ありがとうございます。